せっかくなので準備中、隣の方となんか今の話の感想をみんな言い合ったりするといいんじゃないでしょうか。それでは、パネルの方々、登壇者の方々、登壇お願いします。それでは準備が整いましたので、ディスカッションの方に入っていきたいと思います。今日ちょっと最初に情報なんですけども、一番左、向かって右の、足木美咲さんなんですけども、ちょっと体調が優れないため、今ちょっと病院に行っていまして、もしかしたら、間に合えば11時頃に、会場に着くという予定ですので、その点ご了解ください。というわけで、このセッションに入っていきたいと思うんですけれども、このセッションでは、先進的にこれまで日本で、地域のエネルギー、みんなのエネルギーというのを取り組んできた方々2人、北海道グリーンファンドの鈴木徹さんと、備前グリーンエネルギーの、竹本さんで、先進的に取り組んできた方々のお話と、実は、私、この半年くらい、環境省の事業で、地域の体制づくり、再生可能エネルギーの取り組みを、作る体制づくりというのをサポートしているんですけれども、そこで、私が担当しています小田原市で、再生可能エネルギーを進めていこうという中で、中心的に、いろいろ取り組んでいただいている静川さんにも、登壇いただいて、今まで少しやってきたことと今ぶつかっている壁みたいなのがいろいろあったりするので、それについて先行してきた方々の経験にちょっと、質問してもらって、その経験でのシェアできたらなというふうに考えています。で、まずはじめにこの登壇者の方々から大体3分ぐらいずつで簡単に今までどういうことをやってきたのか、どういうことが大変だったのかなということをお話しいただきたいと思います。それでは鈴木さん、まずお願いします。こんにちは、北海道グリーンファンドの鈴木と申します。さっき札幌から来まして、着いたばかりです。私はですね、いわゆる市民風車ということで、今日はコミュニティパワーミーティングですけど、コミュニティウィンドパワーという取り組みをやってきました。で、今日本の国内で北海道と東北、それから関東、この近くでもね、千葉とか茨城とかですね、から最近は石川県とか、そういったところで12箇所で、12のプロジェクトで今運営が行われております。で、一番最初2001年の9月にですね、第1号機の浜風ちゃんというのをですね、北海道の浜頓別という町で建てました。で、さっきゾレンさんの話で、とにかく素人が集まって何かやろうっていうお話もね、あって、みんなにどうやって参加を求めていくのかというお話がありました。で、まさにそれと同じようなことが北海道でも11年ほど前にあったわけですね。で、もちろん私もエンジニアではありませんし、関わった人たちほとんどがエンジニアではない、で、普通のサラリーマン、
もっと言えば貧乏人の集まりということになったんですけども、まあそれでもまあ1億5000万ぐらいのですね、いわゆるまあ市民出資と呼んでますけども、ファンドが集まりましてですね、第1号機を建てたんですね。で、まあ、その時に本当はもうちょっと例えばサムソ島のモデルだとか、まあ、デンマークあるいはヨーロッパのですね、いろんな取り組み知ってればきっともうちょっとうまくやれたと思うんですけど、正直言いまして私全然知らなかったんですね。それでとにかく銀行に お金借りようと思って回ったんですけど、まあ、こんなちっぽけな NPO 団体にですね、億円単位のお金なんか貸すわけがなくてですね、そんなことも知らずにですね、よしやろうとか言ってやってたんですけどね。で、貸してくれないからまあしょうがない、じゃあみんなでお金出そうと、まあ、極めてシンプルな発想で、やってきました。まあ、ですから、まあ、やっていく中で、あ、そうか、デンマークでもこういう取り組みがあったんだっていうことを後で知ってですね、本当に勉強になりました。まあ、そんなことで意思があればね、どんな人たちでも地域のエネルギービジネスというのはできるんじゃないかなというふうに今でも思ってます。下手な能力はない方がいいだろうというふうに思ってますので、皆さんもぜひやりましょう。以上です。皆さんこんにちは、備前グリーンエネルギーの竹本と申します。私岡山県備前市、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、有名なところで行きますとですね、備前焼がございます。そして世界遺産を目指しているんですけれども、静谷学校、そして最近ではですね、 B 級グルメで柿おこって言いましてね、柿、海の柿ですね、が入ったお好み焼きということで、この前 B 級グルメの大会で全国第9位ということだったそうでございます。その人口4万人、現在4万を切っております。その小さな町からスタートした自然エネルギー事業ということでございます。先ほど鈴木さんもお話になりましたけれども、ちょうど今から7年7年前になります。その当時ですと、まだそのエネルギーとかですね、環境がどうの言ってもなかなか理解していただけなかった。まして私たちが取り組んだのはですね、市民ファンドというものを活用した太陽と森のエネルギー事業でございます。そうしますと、これ両方とも大変なんですね。市民ファンドを集めるというところ、ノウハウもなければ知見もない。また今度太陽と森のエネルギー事業、これについてもなかなか専門の人もいないし、さっき言いましたように人口が4万弱、小さな町です。ここにそういった技術の方、技術をお持ちの方とかですね、知見をお持ちの方というのもなかなかいらっしゃらない。そこで市民ファンドの集める、ファンドを集めることについては、今お話になった鈴木さんなんかのお知恵を借りた。それからエネルギー事業を含めることにあたってはですね、環境エネルギー政策研究所の皆様方のお力を借りてスタートしました。で、ところがですね、いざ始めますと、スタートしますとですね、実際それぞれのローカル、エリアエリアでですね、使えるエネルギーってのは随分違うんですね。で、我々岡山県備前市というのはですね、晴れの国岡山とよく言われるんですけれども、森のエネルギーっていうのはバイオマス業なんですね、森林バイオマス。そうしますと、こういったバイオマス系っていうのが非常に暖かいんです。ましてですね、ストーブとか宅にしてもですね、11月の中旬から後半、3月の中旬ぐらいまで終わっちゃうという地域でバイオマス事業を進めるというのは非常に難しい、要するにハードルがあるということですね。で、これをどういうふうにクリアしていくかということも一つの問題だったんですけれども、詳細については後ほどですね、ご説明をさせていただきますけれども、そういった取り組みの中で、じゃあ我々は何がやっていけるのかと、いろいろその7年間7年間の経験の中でですね、今大きなテーマとして3つ取り組んでおります。で、1つは、省エネルギーですね。これはビルとかオフィス、工場等々の省エネルギー化、これはいろいろこうノウハウを蓄積する、あるいは技術的なことを深めていく上でかなりポピュラーになってきてまいりました。それから再生可能エネルギーの導入、これは太陽光であるとか小水力であるとか、いろんなものにチャレンジをしております。そして第3の柱として、調
査研究事業と、まあ、我々勝手に呼んでるんですけれども、これは、省エネをするとか、あるいは再生可能エネルギーを導入していくということに、それぞれいろんなハードルだとかですね、ルールっていうのが必要でございます。そういった中でどういうふうにクリアしていけば、こういうことがそれぞれの地域で行っていけるかということで、本来ですと岡山県あるいは備前市のエリアでもっともっと進めていきたいんですけれども、やっぱりその限られた地域性ということもございますので、現在我々が力を入れておりますのは、私たちが今まで経験してきたことを踏まえて、ぜひですね、それぞれの地域の方々がこういったことをやってみたい、あるいはチャレンジしてみたいという方々がいらっしゃれば、ぜひお手伝いができたらということで、現在はですね、関西エリア、もちろん中国、四国、九州と割合広い範囲でこういったことを取り組んでみたいという方のお手伝いができるように今取り組んでおります。今後ともこういったことがうまく進めていけたらいいなというふうに考えております。以上でございます。ありがとうございます。続いてシザーさんから、プレゼンテーション使いますね。いや使わないです。じゃあどうぞ。小田原から参りました。まあ、小田原といいますと東京都の隣ですね、神奈川県の西の端っこの人口が20万人の、まあ、比較的、まあ、ちっちゃな町ですね。で周りにはまあ、有名な箱根ですね、温泉で有名な箱根ですとか、まあ海の幸がたくさん取れる相模湾で、自然環境は割と恵まれている地域になっていると思います。もう一つが東京に一番近いお城と言われています、小田原城、まあ、鉄筋コンクリートのお城なんですけれども、まあ、それがある歴史があるような町、まあ、逆に言いますととても封建的な町、新しいことに非常にチャレンジをですね、まあ、ある種嫌うと言いますか、そこら辺が苦手な町でもあります。で昨年からですね、ただ小田原市が中心となりまして、無尽蔵プロジェクトというものを展開しております。無尽蔵という言葉なんですけれども、これは小田原出身の二宮金次郎さん、まあ、こちらの、方の言葉なんですけれども、民の力を引き出せば無尽蔵に広がるといったようなことから取っているということです。でこの無尽蔵プロジェクトは環境とか農業、あと観光商業ですね、こういったような様々な分野の、まあ、市民団体、そういったものをつなげてですね、共同して、まあ、市民主導の行政を行っていこうというような動きです。でやはりですね、大きな転換点ポイントは3.11 ですね、その後のですね、計画停電の影響です。休日とかはやっぱり箱根に行く道はですね、もう大渋滞でほとんど動かない、こういったようなところが計画停電の影響で車が1台もいなくなりました。はい、こういったような光景を、まあ、小田原の市民みんながもう目の当たりにしてきているというようなことです。でこのようなことから、まあ、小田原市とかですね、あと地元の商店主、こういったものは中心となって自分たちの手で、まあ、地域のエネルギーを作っていこうという動きになりました。まあそれですぐに昨年の8月にですね、まちづくり学校というものを小田原市が主催して、この市民向けに展開をしております。でその第1弾目としまして、まあ、ICEPさんの方に再生可能エネルギーをテーマとして講義をしていただいたんですけども、その時に、まあ、飯田哲也さんに来ていただきまして、ガツンとやっぱり一発でやっていただいたのがですね、非常に小田原にとっては今その原動力になっていると思っております。はい。でその後まあ、古谷さんにもご協力いただいている環境省の補助事業を受けまして、全国7都市の一つに小田原市が選ばれまして、私もまちづくり学校に、まあ、出てたということもありまして、その中のコーディネーターという役を今やっております。はい。で今現在の状況なんですけれども、昨年の12月にですね、地元の商工業者を中心にまず協議会を設立しました。でまず第1弾のプロジェクトとしては、市民出資によって公共施設の屋根の上に、まあ、太陽光発電を設置するということをまず検討しております。でなんとか今年の末までにですね、これは民間のエネルギー会社を、まあ、地域で建てたいというふうなことで今行動を行っているというような形です。また他にエネルギーに関して市民との意見交換会、これももう今年になって2回開催をしております。
でアンケート調査でも非常に分かる通りですね、やっぱり6割以上はやはりエネルギーのこの再生可能エネルギーの普及に関しては理解があるというような形なんですけども、まあ、総論は賛成なんですけど、各論的なものは反対まで言ってないんですね。よく分からないというのが今現状の再生可能のエネルギーというような状況だと思っています。でその他先ほどちょっと鈴木さんからもお話があった通りですね、まあ、他の先進している地域、先行している地域、例えば今いらっしゃってます飯田の原さんのところとかですね、まあ、そういったようなところをうちはベースモデルとして考えておりまして、まあ、原社長をはじめ、まあ、地域の先行している方々といろいろとですねお話を聞くことができる、これがですね最大の、まあ、今のところ、メリットではないかというふうに思っておりまして、まあ、小田原市の職員とか、あと議員さん、あと地元の金融機関、あと地域のメディアですね、こういったような方々を一段でですね、まあ、原さんのところに押しかけたりとかしていろいろと、教わっているというような状況です。まだ、始まってもいないスタートラインにやっと立つ一歩手前ぐらいのところの状況なんですけれども、よろしくお願いをいたします。はい、ありがとうございました。まあ、このように多分一般の人ってまだその再生可能エネルギーって言葉がこう流通し始めているけれども、具体的な姿っていうのはあまりよく分かってないんじゃないかなっていうところがちょっとあって、まあそういう時にまあこう今まで経験してきた人たちの実際の生の話っていうのを聞けるっていうのはすごく重要なことだなと思っていて、でそうやってみんながこうどんどん想像力っていうかイメージできるようになっていくと、もっとみんなたくさん取り組んでいくのかなと僕は思っています。でそれ今の皆さんの話を聞いて何かコメントか何かあったらどうぞ。Well, I think it's interesting to see that there's things going on in different localities in Japan. I think this is very, very interesting for the overall perspective, because I think you need to have a lot of bottom-up projects working so you can prove to the government that this is what the people of Japan wants, and also that there's some interest in the development, because politicians, they are like most people, they like successes, and if they have the support from successful projects or people's interest, then they will be more interested in being part of the development of a policy that will help these different projects, because of course you need the feed-in tariff to have good budgets for wind turbines, you need the framework to be able to connect to systems and make district heating or I mean all these different things needs regulations and laws and all the paperwork has to be in hand, because otherwise it'll be too much uphill and difficult for you to make the projects. So these are three good examples, and I'm sure there's more interesting and good examples in Japan, and I think there's a strong will to do this, especially after Fukushima and the nuclear disaster, because the attention is now here, and this is your opportunity, this is the window of opportunity now, because you have people's attention, and most people are, I mean, by heart worried about the future, and this is the chance to make a new paradigm or have the idea of what is next. We call it next practice on Samsung, but you could call it next something in Japan, where I think it is time to put words on it, make pictures out of it, make music out of it also, and talk to people and make this kind of a people's action thing. And the last comment would be to say that I think this is not really policy. This is much more a wake-up call to say that we have had a long time where we have believed that the headquarter will solve all our problems, and we just have kind of to lean back and live our lives. But I think it's time to kind of take back that this responsibility and do it in a cooperation with the headquarters, because we still need the industry, we still need the big players of this, but it is time for us also to regain our part of the process, to be responsible and not just kind of speechless consumers. So I'm very impressed by what is happening here, and I think this is what started the green development of Denmark years ago, and I think we are at a state now where we have to redefine our process in Denmark also. So you are in a good process now where you are defining it, but we have slowed down and we are asleep now in Denmark, and we need to wake up again and make the next step into the future. Thank you.
はい、ありがとうございます。まあ、それで、多分僕がこのセッションですごく聞きたいと思っていることが一つありまして、それはそのコミュニケーションの仕方ですね。で、今ソレの話にもあったように、その、まあ、日本 の、 その文化的背景とかにも多分関係すると思うんですけども、どっかその偉い人か、どこか高いところにいる人が問題をきちんと分析して解決策を提示してやってくれるっていうのが多分デフォルトだと思っている ところが多分あると思うんですよ。だけど、それで大規模な集中型のテクノロジーっていうのが今まで広がってきたのかなっていうところも多分ちょっとあるんじゃないかなと思っていて、でこれからはやっぱりその地域地域コミュニティで、それぞれでやっていくっていうことを考えると、その地域の中の人がもっとたくさん自分たちのものとして考えてやっていかなきゃいけない。でそういう時って多分その誰かがやってくれるじゃなくて、自分が何ができるのかってことを考える。でそういうのをこう周りの人たちにこうなんというか訴えかけていく、で答えてもらうようなそのコミュニケーションの仕方っていうのがすごく重要なんじゃないかなと思っていて、で多分そういうのを多分先行してやってきたのかなって、鈴木さんとか竹本さんとかそこで多分いろいろ苦労されてきたと思うんですけれども、なんか そういうのをやっていく中でこれは一番やっぱり大変だったっていうようなこととか、逆にこれは大変だったけど乗り越えられたっていうようなことが、なんかエピソードかなんかあればぜひお聞きしたいのですが、いかがでしょうか。はい。まあ、そんなにね大変だったという思いもあまり実はないんですけども、まあさっき、小田原の、志澤さんが封建的なね、なんかこう地域性とかっておっしゃったんですけど、北海道の人って、まあ、結構いい加減なんですよね。で割と深く物事考えないというか、まあ、それが良くないんですけども、そういう人たちがまた多いというのも良かったのかなというふうに思うんですけどね。でやっぱり何ていうかな、日本ではまあどっちかというと住宅用の太陽光っていうのがほとんど再生可能エネルギーイコールっていうね、再生可能エネルギー、まあ、そんなような認識が強かったと思います。で、まあ、今はメガソーラーとかいろいろ言われてますけど、風力発電とかっていうとやっぱり数億円かかるわけですよね。ですからそれを手掛ける人たちっていうのは、例えば大きな会社のですね、まあ、例えば電力会社系だったり、あるいは充電メーカー系だったりとかですね、まあ、そういう大きな会社が、その会社の信用力でもってファイナンスをして、建てる、まあ、ある意味こうインフラビジネスという言い方もできるかもしれませんけども、まあ、そういうふうにこうみんなが捉えてたと思うんですね。だからそれをその、地域の、市民がですね、そこで中心になってね、そういう事業を取り組むっていうことはほとんどやっぱりあまり想像してなかったと思うんですね。でそれをまたやろうと言い出したのもバカなやつがいてですね、まあ、こういうのが成り立つんだろうなというふうに思うんですね。ですから決して、こういうのはできないんだというふうに最初から先入観を持って考えるということはやっぱりいけないんだろうなというふうに思います。であと、そうですね、いろんなやり方があると思ってて、で最初先ほど浜風ちゃんというんですけど第1号機の話しました。でこれはなんか、自分たちで、お金を出し合って何か主体的に、作ったというような言い方をしたのかもしれませんけど、まあ、実はそうじゃなくてですね、要は小判ざめしたんですね。で当時東面っていう商社があって、でまあ、その流れを今継いでいるのがユーラスエナジーっていう最大手の風力事業者なんですけども、そこが浜頓別で風を測ってて、まあ、事業をやるとプロジェクトをやるという計画があったんですね。で私はその頃まだ設立して数年でしたから、まあいわゆるこう常勤のスタッフっていうのは私ともう一人アルバイトの方と2人しかいなかったんですね。それで機械も電気もわからないし金融のこともわからないっていう中で、まあ、とにかく最初はですね、
コバンザメといいますか、パラサイトですねで、始めたというのがあります。だからいろんなアプローチの仕方はあると思ってて、小さい力のない存在が大きなお金も、力のあるところといかに協力をしてですね、やるのかというような、でやったことの成果を見せていくっていうことも一つのアプローチの仕方かなというふうに思いますね。だから、まあ、情報というのはやっぱりこう見えなかったものをいかに見せていくのかというのが僕は情報発信の一番肝だと思ってるんで、いろんなやり方があっていいんだろうというふうに思います。はい。実はですね、大変だったこととかですね、いうことで、当時ちょうどね、私は人間っていうのは忘れるってすごい能力がありまして、大変だったこととか苦しかったこといっぱいあるんですよね。で今鈴木さんがお話になってる間にどうだったかなとちょっと思い出してみたんですけれども、まずですね、我々スタートした時に一つの大きな問題があったっていうのは、これ環境省の補助事業だったんですね、環境と経済の好循環の街モデル事業ということだったんですが、地域の方ではですね、当初予算で5億、実際には4億5000万だったんですけれども、こういった大きなお金が要するに予算が確保されプールされてるんですね。で事業をやっていかないと一銭も降りてこないんですね。ところがこれがですね、非常にですね、情報が先行しちゃったんですね。4億5千万というのが備前国エネルギーで備前市の方にドーンと入ってるっていうふうに解釈された方が多くて、このですね、間違った情報を払拭するのに1年ぐらいかかりましたね。いろんなところへですね、私も呼ばれましてですね、あまり呼んでほしくない方々からですね、かなり高圧的にですね、お前がうんと言えばいいんだろうというふうなことまで言われたことというのはふっと思い出しましたね。でも忘れちゃいましたね。それとですね、これを普及していくということ、まず、ファンドということですけれども、これは比較すれば非常に分かりやすいんですね。鈴木さんとこがされている風車っていうのは1基建てていくらって大体決まるんですよね。そうしますとファンドの募集金額分かりやすく、例えば2億で1本風車建てますということは2億集める、これ全力で2億集めると進捗を見ればいいんですけれども、私たち省エネとですね、それから、まあ、森林ですね、まあ、ストーブとかボイラーとかいうことになりますと、集まってくるファンドの額とですね、それから事業の進捗っていうのがきちっと合っていかないと大変なことになるんですよ。つまりファンドが多く集まる、非常にありがたいんですが、集まりすぎますと結構金利分っていうのが高いもんですから、これで大変なことになっちゃうんですね。で今度逆に事業がどん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 進んでいくとですね、今度ファンドが同じように伸びてこないと事業ができない。だからここのところをうまくそこのところをずっとうまく噛み合わせていかなきゃいけないというか、状況をきちっと確認しながらやる。で片方では日々ですね、ファンドがどれくらい集まっているかなということの確認、それからもう一つはどういうふうに営業活動してどこの地域に何をどういうふうに入れていくか、じゃあその経費はいくらかかるのと、省エネについてもですね、何箇所もやっていくわけですから全部違います。ケースバイケース違います。そうしますと1箇所で1億かかるところもあれば1000万で済むところもある。でこれをうまくバランスさせていくところが大変だったかなという気はします。それから、こういった事業をですね、理解していただくために、我々はですね、地域の協議会、備前緑のまほろば協議会というんですが、この協議会とそれから、ハート事業を担う弊社ですね、備前グリーンエネルギー株式会社、これが表裏一体となってこの事業を行っております。そうしますとこの協議会の方でソフト系ですね、つまり、環境学習であるとか環境教育であるとか、こういったことを担っていただく。で、まあ、世間のですね、お父さん方非常にお忙しくて、なかなかですね、説明会開いてもおいでいただけない。じゃあ何がいいのかなというふうに考えましてですね、じゃあ女性層ですね、ここにはですね、例えば市民団体 NPO であるとか、各種団体いろいろ市民の方々ね、それから地域活動をされている方々、加わっていただいておりますので、まあ、そういった方々に集まっていただいて、お家に帰って、実はねお父さん今日高校だよとかね、あるいはもう一つ聞かれた子どもさんなんですね。で小学校4年生あたりの社会教育なんかでですね、参観日を兼ねてお父さんお母さんいらっしゃるんですけど、お話しさせていただくとですね、皆さんふんふんと聞いてくださるんですよね。いいことだねって聞いてくださる。ところが教室出ると皆さんお父さんお母さん忘れちゃうんですよね、このことを。ところが子どもさんはしっかり覚えてるんですね、うちに帰って。
父さんお母さん省エネとはこうだよ、まあ、まずその辺からね各家庭に広めていただくということもあったような気がします。それと仕事ビジネスと考えていきますと、今ですとねこのエネルギー問題だとかねあるいは CO2 削減、二酸化炭素の削減というのは皆さん理解されてるんですね。で事業を始めた頃にいろんな会社をお邪魔してですねこういったことで例えばですね年間何トンの二酸化炭素 CO2 の削減ができるんですよというお話をするんですね。で皆さんどこの会社だろうと自治体だろうと皆さん大賛成です。うわ素晴らしいねいい取り組みだねって言ってくれるんですね。ところがそれで終わるんですよ。でこれをどういうふうに契約というところまで持っていくかというとやっぱり、経費的な削減の効果ですね。イニシャルもそうでしょうし当然ランニングここをお見せすることによって何らかのインセンティブを示すということで、少し動きが変わってきたのかなということを今ふっと思い出しました。またもともと大変だったこととかですねいろいろ思い出しましたらまたお話をさせていただこうと思います。はい、ありがとうございます。本当に苦労しても忘れるっていうのは素晴らしいことかもしれませんね。で、まあそういったいろいろ経験を積み重ねてきた方々がせっかくいるので志田さんの方から今ぶつかっているものというかこうどうしたらいいんだろうって思っているようなことを何か聞いておきたいことあればぜひどうぞ。はい、ですね、小田原の場合今まさにまだ形がない、これから形を作っていかなきゃいけない、そういう意味でまずビジョンの共有が非常に重要かなとは思っているんですけれども、かたやそのコミュニティ、まあ市民意見交換会とかも開いてることは開いてるんですけども、内部でも非常に今それが、まあ、ある種、議論になってしまっていますのが、基本的にその市民の意見ばかりを聞いてると前に進めないんじゃないかというような方や、反対の意見もあります。そういったような中でそのコミュニティとの、まあ、先ほど古谷さんが言ったらコミュニケーションの仕方でサムスの場合においては、まあ、具体的な、まあ、先ほどちょっと事例があったんですけどもよりそこら辺を具体的にですね、まあビジョンの共有に関してどのようにこの市民を取り込んでいったのかというようなことをですねご説明いただければと思います。